どうもエルザレットです。それではウィッチャー3やっていきましょうということで、前回続きですね、ルーベン伯爵の宝ということでプリシラと話をしたいなと思います。ちょっとね、武器の新調もしたんで、まあ、戦闘があればまたお披露目ができるかなと。いやー結構ねこのお宝の話長いからね、なんだかんだね。さあこっちはもうちょいかな。すごい叫び声がするけどそれを無視して入ると。さあ、プリシラと話す。2階かな。さあ今回は日中話ができる感じか。さあここの部屋っぽいね。さあフリシラ、ゲラルト、どうしようかな。ダンディリオンとの出会いは。ダンディリオンとはどうやって出会った。エランダーでの詩人コンテストよ。当然ダンディリオンの噂はよく聞いていたわ。噂は本当だった。最初は彼を高慢でナルシストのおバカさんだと思った。最初だけか。気が変わらないのは牛ぐらいよ。彼が祝福しに来てくれた時気が変わったの。あれほど潔く負けられる人だとは思わなかった。ダンディリオンには腹が立つ時もある。でも公正で気高い時もあるのよ。そうでなければ彼と付き合う気にもなれないわ。なるほど、そうだな。さあじゃあダンディリオンの情報を伝えようかね。ダンディリオンの居場所が分かった。どこ。青銅島の地下牢だ。笑えない冗談ね。残念ながら冗談ではない。だが必ず助け出す。トリスに考えがある。そのためにはドゥードゥを見つけなければ。つまりダンデリオンを見つけるためにドゥードゥを見つけて最終的にシリを見つけるの。人を探してばっかりね。でも幸運を祈るわ。安心しろ、俺が助け出す。まずはホアソンと話さないとな。さあこれでお宝の話を終わりと。じゃあな。とりあえず次だね、スケリッジの旅と。行き先船を見つけるか。あれってことはってことだよね。今やってるノビグラド編が終わるってこと。ちょっと待ってね。全体はどうだったっけ。あ、世界地図ね。ノビグラド編がこれで終わりか。で、スキリッジこっちか。初頭に行くって感じか。クエスト。ベレンにいるかは確かめたよね。これでスケリッジに今から行くって感じか。ジュニアを探すとかこの辺りいろいろとあるけど、スケリッジ行ってノビグラードかな順番的には。結構展開が。ノビグラードここだしな。スケリッジ行ってまた戻ってくる感じかな。もうレベル16なんだよね。そしたら一旦ちょっとこれを売ってみようか。でフォアソンちょっと探して、でシリを追ってに切り替えていこうかな。とりあえずノビグラードの状態一回収めておきたいよね。まあまあちょっとスケリッジの前にノビグラードを終わらせますか。そしたら闘技場を探すところからと。いきなりスケリッジ編になるかと思ってびっくりした。でもノビグラードこれで終わりか。さあちょっと離れてるかな。あ、結構は、
結構離れてるね。あー、しかもこっちから回っていくか。これ移動が大変だからな。さあ闘技場、まずね、聞いたか奴ら、イラついてきたぞ。白髪野郎、見せろ。いや、お前の顔もなかなかやけんな、この顔。じゃ話そっかね。いや、なんだお前は。中には入れてやらんぞ。どこか行け。入れるか死ぬかの聞け。入れたくなるはずだ。金ならず。闘技場で腕を試させてくれ。入れ。責任者はイゴール、通称フックだ。イゴールか。一体何が起こったんだ。急に正直者になったのさ。お前の顔もすげえな。左だ。さあ闘技場へ。やっぱあのスキルは便利だね。あー、そしたらスキルもつけとこうか、せっかくなんで。5余ってるんだけど、多分強化しないとっていう感じなんだよね。はあ、この辺りか。独人、悪くはないけど、各武器に、はあ、グリフィン流派があるか。アドレナリンね。爆薬銃か。攻撃は攻撃系を上げていくか。そしたら精密、強烈、瞬速、回避中のダメージを抑えるか。はあ、これはいいね。元素アドレナリン量。この辺りどこ目指すかだよね。防具粉砕急所。ちょっと小攻撃狙いでいこうか。だね、これでちょっと攻撃特化にしておいて、こうで、で、あー違う違う、こうだね。で、これをこっち、色を揃えるとって確かあったんだよね。攻撃力プラス5。弱。これを、ここで、だね。緑は、緑じゃない。茶色。青か。20% ボーナス入ったけどね。ここ。黄色だね。次は黄色を探そうかね。急げ、準備しろ。お前の番だ。もう出来てる。歯医者にも報酬はあるな。歯医者は火葬場直行さ。ホアソンの部下か。じゃあこっちに行って。
似たような子いっぱいいるな。顔がピエールのやつは。ヤツの剣を錆びついたものに変えた。少し粘るだけでいい。いいとも粘るさ。そして変な目で俺を見るなよ。ハツハツ野郎。ほいほい。アイテム取って。他にあんたの。場合は何かと使うからね。これが金だ。これだけか。違う違う。気が変わる前に受け取る。さあ、イゴール。おお、ワンちゃんいるじゃん。欲しい。何ができる。剣が得意だ。人の警護なら任せてくれ。それで誰を警護するんだ。ホワソンジュニアはどうだ。ホワソンジュニアには敵が多いだろう。役に立ってるはずだ。ジュニアは自分の面倒を見られる。心配は無用だ。この場所が奴のものだなんてどこで聞いたのやら。どこでもいいだろう。ジュニアの噂はすぐに忘れるのが身のためだ。そうだね。まあ忠告は求めていない。俺はお前の子分じゃない。命令も忠告もいらない。確かに古文じゃないが、調子に乗りすぎたようだな。死んでもらうぞ。やっちまえ。あら、ワンちゃん。だいぶ強そうな。ほい。痛いね。これで回復はするから。痛い。ホワソンジュニアの手下がいるのは間違いないか。パッチーで、じゃなくて、そうくるか。さあさあ、EP の方が良さそうだな。いや、後ろ取るのなかなか。あ、そのまま。さあさあ、来なさい来なさい。殺しやがった。さあ、闘技場どこか。さあ、燃えてもらおうかな。さあ、調べますか。いやー、領地争いに巻き込まれてるけど、結構ね。お、イゴールの鍵。さあさあさあ、ちょうだいちょうだい。なんかここめっちゃ溜まってしまったな。ゴミみたいになってる。醜い化け物め。ん？なんかいた？あ、いたね。いやー、せっかく調べてたのに。スタミナが切れればいけるね。はい、来なければ。
お、なんか結構いっぱい手に入ったな。さっさあ調べ物。まずこれだよね、どう見てもね。解除、金の指イゴールからの伝言。ゴンデンか。さあ、最近ここに保管されている宝について何か誤解があったようで、無意味に血が流れたのでご報告いたしますと。宝はすべて金庫の中で無事に保管されています。盗まれたと報告した間抜けはきっと勘違いをしていたのでしょう。ほう。上の階から闘技場に続く道を進み、木製の格子を背に曲がって、そこからご自身の向かい側にある壁を見てくださいと。探し物はそこで見つかるはずです。念押しをさせていただきますが、フォアソンジュニア様の資産には一切手を触れていませんし、同化一枚だってなくなっていませんと。まあ、ハンサム側かどうかはね。さあ、感覚を使い見ていきましょうかね。まあでも、なんだかんだ強化してて正解だったね。で、ここが闘技場。なんかあるね。下に降りる必要があるか。となるとこっちからだね。お、地下がある。あー、ってことはこっちで一応闘技場の方に行って何かしらできたっていうわけか。お、繋がった。ドアソンでした。一回上片付けるからまだいるみたいだしね。さあさあ出てこい出てこい。全員ぶった切ってやる。しやがったね。こっちも攻撃してくるからね。ほい、はい、サクッとな。アイテムゲッチュー。そしたら見つけた文章を読む。さっき読んだことないかな。もう一回読みますか。でいいのかな。あら、読んだことになってない。なんかそんな感じがするね。書物。こうなってくると、だよね、見つけた文章を多分今ので、こっちにしとくか。多分見つけた文章がね、読んだけど読んだことになってないんでね。さあ下下。いやー、鋼の剣もそろそろ強化していきたいね。扉の動きで床がそこだね。この壁の裏に何かある。んじゃ。そうなると。
どうしよっかな。こうでもないか。スリヘッドか。興味深いな。調べるのが一番か。さあ横にして開く。この手のあれは好きよね。この時代はね、隠し扉はね。水、瓶、あとはこっちなんかありそうやね。おお、なんか良さげな武器。謎の手紙だね。やっとこれで手紙読むと。謎の手紙、フォアソンジュニアへ。ラドビットはお前の仕事ぶりにご不満だと。ビッグ4の他のメンバーを排除するはずが、奴らはまだ生きており、未遂に終わった暗殺におけるお前の役割を知っている。それは我々の取り決めとは違うと。死者を隠れ、場所に隠れ、人目を避けと、避けろということか。M より、ディクストラはこれ、ジュニアがレダニア人と取引したのを知ってる。この辺りはちょっと確認しないといけない感じだね。さあ、まず一つ目、クリア。さあジュニアを探せ。次隠れ家だね。ただちょっとね、さっき手に入れた剣が、おお鋼上がるね。まあちょうど 70% 使ってたし。さあ剣も変えて、あら剣変えてたつもりだけど、まあいっか。さあ次の目的地へ行きますか。門番もびっくりだろうね。中身でこんなことが起きてるだなんて思ってもないだろうしね。まあ楽勝だったね。まあやっぱイグニとかやっぱ強いな。それにしても、全ての道はマハカム。白髪さん、あんたのことは聞いたことがあるぞ。あ、本当？髭が立派に伸びますように。伸びてるけどな。クズ野郎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 。クリーマーは徹底しろと言った。きっちり調べるぞ。死体は燃やさないとな。ごちそう目当てにネズミが集まってくる。ドワーフは優秀な取り立て屋だ。ゴミ一つ残ってない。だいぶ綺麗さっぱり片付けたな。またちょっとね、いろいろ調べながら、エッセンス、意外とエッセンス落ちてるな。ちょっとその辺りはない。証拠はそこに一つあっただけ。2階かな。あったね。これはこれね、意外とね、見る角度で特に変わったものはないな。さあ変わったものはなし。いやー、だいぶ暴れたねドワーフさん。さてこれは綺麗に掃除されてる。掃除か。本当思ったより証拠がないっていう感じか。この部屋が最後か。練り物。いやーめっちゃアイテムあるじゃん。ほっほっ、アイテムが取れない。
一瞬だけ出るのよね、さっきからね。違う、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、そう、それ。まあ、ここの人たちにはね、もう必要のないものだからね。他にもありそうな気がするんだけどな。なんか金目のものは全部回収していった感じがあるな。これだけか。まあ調査しに来ただけって感じだね。さあ次は違うところへ行きますか。次の場所はここだね。はい、話せるか。いいと思う。何の用だ。ラードビットとは連絡を取ってるのか。連絡を取ってるのか。冗談が好きだな。いや、彼とは連絡を取ってないし、むしろそのままでいたいと思ってる。フィリパ・エイルハートとの共謀をまだ根に持ってるのか。いいか、ゲラルト。ラドビットの辞書に許すという文字はない。相手が女魔術師ならなおさらだ。なるほどね。あ、ジュニアはレザニア人とクルダしていたか。ホアソン・ジュニアことウィリーはラドビッドと手を組んで。なんと、その情報が確かならホアソンはおしまいだぞ。何を言っている。確かにそうだね。信頼できそうな筋だ。それなら奴がビッグフォーと決別する勇気を得たことも説明がつく。説明つくんだ。どうしてもジュニアに会いたい。お前はまだレダニア人との接点があるはずだ。いや、だがお前にはある。説明しろ。テメリア人。どういうことだ。入れ墨隊の元隊長、思い出したか。バーノン・ロッシュ。やつは誰や。そうかな。部下と潜伏している。行ってみたらどうだ。喜ぶんじゃないか。はあ、なんかこうやってるとさ、昔のシリーズもやってみたくなるよね。ただソフトがね。まあ、そのあたりはまたちょっと考えていこう。へえ、こうなるとちょっと、旧作もしたくなるね。何かとね、何かと、古いシリーズですからね。そうそう、ちょっとこう見てたんだけど、マップ見たら、結構離れてるところにあるみたいなんですよ。で、多分ファストトラベルしていけばっていうか、こっからまたちょっと道なりに進まないといけないんで、今回ここまでにしようかなと思います。で、次回はこのエスドタイヤからね、やっていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。いやーなんかね、ちょっとずつ複雑になってきたけど、なんかね、関係性も、ジュニアはよっぽどちょっとやばそうな感じだね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。